韓国貿易協会は19日、3回目の南北首脳会談と関連した論評で、南北首脳が軍事的な緊張緩和及び非核化へ向けた一歩前進した措置を設け、朝鮮半島を恒久的な平和地帯へ作ることに合意したことに大きな拍手を送ると明らかにした。貿易協会は、北朝鮮の具体的な非核化計画区が提示されただけに、 膠着状態に陥っている米朝関係が早期改善されることを願うとし、さらに国際社会の北朝鮮制裁も解除され、南北間の安定的かつ持続的な経済交流の道が開かれることを期待すると伝えた。また、今後、平安共同宣言の合意内容が成功的に推進されるよう貿易業界次元で、最善を尽くすとし、 南北の経済が均衡的に発展することができるよう戦闘に立つと強調した。